MAC アドレスとはメディアアクセスコントロールにおいてネットワークインターフェースを識別するために使用される符号である。OSI 参照モデルで言えば第2層にあたる。原則としてすべてのネットワーク機器に1位に割り当てられるが様々な要因で例外が存在する。Windows のコマンドプロンプトではフィジカルアドレスと表記されており単に物理アドレスと呼ばれたり、 ノード ID の別名でも呼ばれたりすることがある。イーサネットや IEE802.11 の場合、48ビットの符号である。MAC アドレスの表現には、0 4 a 3から43から5回から43から23や32、61、3C、4E、B6 時5分といったオクテットで、区切り16進数表現を用いる。 この MAC アドレスの6つのオクテットのうち、最初の3オクテットがベンダー ID 部、次の1オクテットが機種 ID、最後の2オクテットがシリアル ID となることが一般的である。この場合、上位4オクテットでネットワーク機器の機種名まで特定可能である。IEE、e、で、U、を検索する、U、検索ページで6桁のアドレスを入力すると登録されている製造者名が、 表示される。先頭オクテッドのビットレイ X02 がグローバルアドレスとローカルアドレスを識別するビットで GL ビットと呼ばれる。オフであればグローバルアドレス、ON であればローカルアドレスであることを示している。また先頭オクテッドのビットレイ X01 がユニキャストとマルチキャストを識別するビットで IG ビットと呼ばれる。詳細は 英文記事の MAC アドレスアドレスディテールズを参照。グローバルアドレスの場合、世界中の MAC アドレスの管理を行っている IEE、e、に料金を支払って割り当てと登録を受けている。上位3オクテットは UI と呼ばれる。UI を割り当てられた各製造者は、下位3オクテットを独自に重複しないように割り当てており、 一つのイの割り当てを受けることで16777,216個の製品に個別の MAC アドレスが割り振れる。この仕組みにより原則として MAC アドレスは世界中で唯一の番号となる。IEE、e、ではイの登録データをウェブで検索できるようにしている。IPV4 では MAC アドレスと IP アドレスの相互変換には ARP や ROP というプロトコルを用いる。IPv6 では MAC アドレスと IP アドレスの相互変換には Iconf6 で規定されている近隣探索プロトコルを用いる。MAC アドレスは物理アドレスと呼ばれるがソフトウェアの設定により変更可能なネットワーク機器も存在する。また仮想マシンなどでは任意の値に変更できる場合もある。このため、 無線 LAN などの情報セキュリティの確保のために MAC アドレスフィルタリングを利用する場合、ブラックリストによる防御は突破される可能性がある。また、以下の OS では、程度の差こそあれ Wi-Fi において毎回異なる MAC アドレスを使用する。このように MAC アドレスは変更可能なため MAC アドレスが重複することがある。また、 ハードウェアの出荷時点から重複が存在している。可能性が RFC7136 や RFC7217 で指摘されている。近傍に MAC アドレスが重複する、ネットワーク機器が複数あると、正常な通信ができない。また、DHCP など、MAC アドレスを装置の識別に使用する場合も、MAC アドレスが重複すると意図しない動作となる。 ことがある。特に管理用途で MAC アドレスを使う場合は、同一セグメントに限らず重複が問題となることがある。MAC アドレスが有限の符号である以上、理論的には枯渇というものが考えられる。しかし、IP アドレス枯渇問題などで話題になる IPv4 と違い、 MAC アドレスは248イコール281兆4749億7671万656個281兆個と多いことなどにより2012年時点では差し迫った問題にはなっていない L にスイッチなどの通信機器では通信機器のポートとそのポートに接続される相手の通信機器の MAC アドレスのマッピング情報を MAC アドレステーブルに保存している。日経ネットワーク2006年9月号、ネットワークの基礎 MAC アドレス P82、MAC アドレス制限は、効果ゼロ今更聞けない、無線乱認証の基本、1、4、大塚紹介。2020年8月22日閲覧。iOS14、iPadOS14、 ウォッチ OS7 でプライベート Wi-Fi アドレスを使う Apple サポート2020年8月22日閲覧プライバシーチェンジズインアンドロイド10 MAC アドレスのランダム化 Android デベロッパー2020年8月22日閲覧ランダムハードウェアアドレスを使う理由と方法 Microsoft サポート2020年8月22日閲覧 MAC アドレスの再利用はみんなが思っているよりもはるかに一般的。ギークなページ。2020年8月22日閲覧。RFC7136 では製造業者が複数のデバイスに対して同じ MAC アドレスを割り当てているという報告が頻発しているとあります。またバーチャルマシンが 同じ MAC アドレスを使い回しているという話も書かれています。RFC7217 では MAC アドレスの再利用はみんなが思っているよりもはるかに一般的であることを実世界のデータが示しているとあります。さらにその根拠としてダービーコン2012での発表が RFC7217 で紹介されています。ありがとうございます。